どうもスリカです。今日の動画はこちら。吐いた息を身にまとうと水の抵抗が減ることは海外では知られていて、スイマーによる研究では最大 9.3% も抵抗が減るとの結果が出ています。この原理は大型船舶が燃料を節約するためにも使われているし、ペンギンやアシカがダッシュする時にも体から空気を出して水の抵抗を減らしています。レースクラブ How to Breathe in Swimming で検索すると先頭にヒットします。これ日本人スイマーはトップレベルでもほとんど知らないし、紹介しているコンテンツもありません。浮力だけではなく無意識で抵抗を照らしているのだと思います。今後の深掘りを期待しています。こちらコメントくださった方ありがとうございます。今日はこの泡についてお話ししていこうと思います。この動画も見ました。レースクラブなんとかなんとか How to Breathe in Swimming の動画も見ました。確かにそうですね、泡があると速くなるって言ってました。まあ英語は私そんなに解読できないので詳しくはあまりよく分かっていませんが、言いたいことはそういうこと。スイマーの鼻から出る泡、それによって少し速くなるということがその動画では言われていました。実際に私ペンギンとか調べてみました。そしたらですね、ペンギンも泡を体にまとって泳いでるらしいです。まあ実際にね、ペンギンを見たことが、ペンギンは見たことありますけど、そのペンギンが泡をまとって泳いでるっていうのを目に見たことがないので何とも言えませんが、まあ多くの論文ではそう書かれていました。でペンギンは実際には人間みたいに鼻からとか口から息を出すのじゃなくて、自分の体毛に空気が含まれている、そのまま空気が含まれたまま、飛び込んで獲物を捕らえて食べて上がってくる。でペンギンが泡を出す瞬間っていうのが上がってくる瞬間らしいです。海から帰ってきて陸に上がらなきゃいけない時、その時が一番スピードが必要。獲物を実際に取ってる時はそこまで泡は使わないのですが、上がってくる時にスピードを上げないと陸に上がれないので、その時に一緒に体の泡もブワッて出してスピードをつけて上がっているらしいです。いやへーって感じですよね。他の生き物に関してもそうって書かれてました。このご紹介している動画でもアシカが上がっていましたが、他の哺乳類イルカもそうだし、クジラ系はそうでしたね。泡を使ってスピードを上げて泳いでるとありました。すごいですね。そうやって考えると私の泳ぎはそんなこと考えてるのかな、わかりませんが、私自身は考えてませんが、なんか体で感じ取ってるものがあるのかもしれないですね。まあかつて私はその中学高校の時に全然教えてもらったわけではないですが、鼻から空気を出してると速くなるって勝手に思い込んでたんですよ。でその原因となるものが他の人の泳ぎを見てそうなったのかはどうかは分かりませんが、調べる結果で言うとそれは実は本当だったってことが今回分かりました。
まあびっくりですね。実際それを発表している日本の水泳インストラクターはいないですし、大体そういうのを使われているのが大学の論文で、イルカはなぜ速いのかとか、ペンギンはなぜ速いのかとか、あとは船舶ですね。先ほど書いてあったように船も泡を出して走ることで燃費が良くなる、そういう論文も結構ありました。で、なんで泡を出すと速くなるのか、それは摩擦が減るから、抵抗が減るからというように書かれていました。人間が泳いでる時もそうですし、船が進んでる時もイルカが進んでる時もそうなんですけど、基本的には摩擦が発生します。その摩擦っていうのは水、波との摩擦ですね。増波抵抗っていうんですけど、波と自分の体が擦れてしまうことで抵抗になります。その抵抗を減らしてくれる役割が泡、船もそうですね。泡を船の表面に覆うことで抵抗を減らしてスーッと進めるようになる。ペンギンも同じく抵抗を受けているので、自分の体毛から空気をシュワッって出して抵抗を減らす。人間には生まれ持ってそういう本能はおそらくないとは思いますが、そうすることで抵抗が減らせる、そういう実験結果がありました。まあやってみてもいいとは思いますが、かなりレベルの高い選手に向けての技だと思うので、バタフライできるかどうかなぐらいの方が、じゃあこれを使ってすごい楽になるかって言ったら、おそらくならないと思います。そんなに変わらない、むしろ呼吸が苦しくなってしっちゃかめっちゃかになっちゃうと思うので、マスターズレベル以上の方、もうこれ以上何を改善すれば速くなれるのかわからないって方にはいいと思います。ぜひやってみてください。いや、私もへーって感じなんですよね。我ながらなんかすごいなとは思いましたが、まあ私でもおそらくそれを実感できるかできないかなぐらいのレベルなので、まあお試しするのは自由ですが、効果はよくわからないと思います。また新しい裏技ですね。これは今見ていただいているのは違う角度からの私のバタフライですが、まあ、飛び込むときはちょっとだけ鼻から出てますね。最初だけ出て、その後はこの前の解説と同じように沈むときに私は息を出していますね。なんか水着とかでもサメ肌とか素材をちょっと変えて作ってるレース水着もありますが、なんか泡が出るレース水着とかもあったら面白いですね。